ありがとう。いろんなポジションをこうやってみて、こういろんなことを吸収できるんですけど、その中でもやっぱ自分の良さを失わないようにすることは大事だと思ってやってます。縦への推進力とか、やっぱり得点に絡む能力とか、そういうのはどこのポジションにいても大事にしていきたいと思います。そうですね、まず第一にまず失点してはいけないと思って入ったのと、やっぱり久しぶりの試合だったので、やっぱり何が何でも勝つ、それだけを意識して試合に呼びました。いつ自分の番が来てもいいように準備はしていたんですけど、なかなかうまくいかなくて、少し残念というか、自分でも悔しいです。まずはやっぱセンターバックに入った以上失点してはいけないって思ったのと、やっぱり1点ビハインドだったので、絶対1点取り返して逆転しようっていう気持ちで挑みました。3バックになってからチーム全体もボールが動くようになって、試合の流れ的には良くなったと思います。1点も取れたんで、セットプレーですけど、はい。もう絶対勝ち点3が欲しい状況だったんですけど、まあ、逆にもうアウェーの地で、まあ、1点、勝ち点1だけですけど、まあ、ポジティブに1取れただけでもよしとして、もうホーム2連戦続くので、そこで勝ち点6積み重ねられるように戦っていきたいと思います。やっぱフルスなので、やっぱりまず個人的としてはもう絶対に負けたくないっていうのが一つと、やっぱり昇格も僕たちあるので、勝ち点3絶対何が何でも取らないとダメだなと思います。もう本当チームが一つの方向に向かって一致団結することだと思います。サポーターも含めて、はい、すごい応援があるからこそ前の町田戦も逆転できたと思いますし、逆に相手はすごいプレッシャーもかかると思うので、ありがたいです。秋葉さんも言ってたんですけど、ここで昇格できなかったら本当何も残らないし、今までやってきたことが無理になるっていう、まさにその通りだなと思ったので、もう本当何が何でも昇格だけを向けてやっていきたいっていうのはみんなに伝えたので、それは多分チーム全員が思っていることだと思います。僕たちは全力で戦うので、全力の後押しよろしくお願いします。アイスタで待ってます。